下流域肝月川は、鹿児島県南東部、大隅半島中部を流れ太平洋に注ぐ、肝月川水系の本流で、一級河川である。上流部を鹿屋川と称する。肝月川の川の名前は、肝月郡の軍名に由来する。大隅半島西部、高愛山地の御岳登録に発し、笠野原西部を南流。旧愛良町北部で愛良川を合わせるとともに東流へ。 展示、肝付平野南部をなぞりつつ、渋士湾に注ぐ。流域の広範囲に、白須台地が分布する。200万年ほど前に、高範山地の形成とともに肝付川も形成される。当時は、源流からそのまま投流していたが、約2万5000年前に発生した入りとか祭流により、笠の原台地が形成。この結果、 現在の鹿屋市姶良町方面へ南流するようになった。その後の海面低下に連れ加工は東に移動、同時に中石平野も形成されていった。弥生時代には大子遺跡といった集落が、古墳時代には東人古墳群や塚崎古墳群などの大規模古墳群が形成された。江戸時代までは川口域の柏原や浜が貿易港として機能していた。 明治以前において下流部は、蛇行が激しく堤防がほとんどない原子河川に近い状態であった。このため大雨が降るたびに氾濫源の平野全体が水没するありさまであった。1914年の桜島大正大噴火によって、流域に大量の火山灰が降り積もり、川床が上昇し危険な状態となったため1915年から住民の手によって、 改修工事が始められたが水害を抑えることができず、堤防の建設と流出が繰り返された。大水害により釧路町を中心部は冠水した1918年からは、県が1937年から国が主体となり、本格的な改修工事が始まったが、1938年10月15日に台風による大水害が発生し、死者278名。 行方不明者177名の大惨事となった。このため改修計画は大幅に変更され、バコの直線化が進められることになった。工事は長期計画で行われ、1963年にほぼ完成した。1967年5月25日に一級河川に指定され、1996年には、 鹿屋市内のシラス地を貫く鹿屋分水路が完成している。度重なる改修工事によって直線化が進んでいるが、市、町境や自然堤防に立地する集落の分布に、王子の面影を見ることができる。2020年7月の豪雨では、鹿屋市原井川町の大園橋に流木などが引っかかり、川の周辺9戸が床上浸水する一因となった。 大園橋は1904年建造の石像二重アーチ橋で、鹿屋市の指定有形文化財であるが、今後も河川が氾濫する恐れがあるとして、文化財指定の解除が諮問されており、撤去が検討されている。肝付川は、水質の指標の一つ、BOD 値が高く、九州の一級河川では再開を記録することもある。このことから、汚い川として知られている。 汚染の原因として、畜産関連の排水、下水道の未整備などが挙げられる。あ良ら川35本の支流がある。市町名は、流域の自治体。鹿屋市の北田交差点以北は、国道504号がほぼ並行する。1987年3月14日までは、鹿屋市しが井を国鉄大隅線が並行していた。ありがとうございます。